テレビの前のサッカーフリークの皆さん、こんばんは。本日は私、真鍋優の実況でお伝えいたします。清水エスパルス対横浜マリノスエキシビジョンマッチ、まもなくキックオフです。夜になってもサポーターのエネルギーは衰えることを知りません。熱い思いのサポーターに見守られながら清水エスパルスピッチに入ってきました。ホームの清水エスパルススターティングイレブンをご紹介します。ゴールキーパーの真田、ディフェンダーの森岡、西澤、斉藤、ミッドフィルダーの大江の木、戸田、安藤、アレックス、伊藤、フォワードはオリバ、沢登り。アウェーの横浜マリノススターティングイレブンをご紹介します。ゴールキーパーの川口、ディフェンダーは伊原、小村、道木、野田、ミッドフィルダーの上野、中村、ゴイコエチェア、バルディビエス、フォワードのサリナス、ジョー。以上が両チームスターティングイレブンです。プロらしい試合を期待しましょう。キックオフのホイッスルが鳴りました。前半45分始まりました。横浜マリノス、プレッシャーのかかるアウェーゲーム、素晴らしい試合に期待しましょう。画面に向かって左から右へ攻めるのが清水エスパルス、反対に右から左に攻めるのが横浜マリノス。速いパス回し、細かくつなぎます。前線に出して短いボール、ゆっくりとパスを回します。細かくつないでゴールラインを割りました。コーナーキック、これは一つの山場になりそうです。短いボール、頭で合わせた、セービング。ヘッドで流す、そして繋いでいきます。速いパス回し、後ろに戻します。細かくつなぎます。チャンス、チャンスです。速攻でしょうか。大きくクリア、ここは回り込んでいます。短いボール、おーっとシュート、キーパークリア、どうにも攻めきれません。ゆっくりとパスを回します。もう止められません。大きく入れてクリア、攻めきれませんでした。一旦下げます。これは危ない、危険すぎる。出されましたか。フェアプレーを徹底してほしいです。清水エスパルスフリーキックです。ヘッドでクリア、大きくクリア。守備には定評があります。後ろに戻して、後ろへ、タッチを割りました。さあスローインです。細かくつないで、いい感じです。クリア、ナイスディフェンス。大きくクリア、ここは回り込んでいます。前半終了です。両チーム同点のまま前半終了です。ホイッスル、試合開始です。後半45分始まりました。さあ
いよいよ後半が開始されました。清水エスパルス、左サイドを意識しています。大きく前線へ、そしてパスをつないでいきます。速いパス回し、大きな縦パス、サポートが遅いですね。前に送る、クリア、どうにも攻めきれません。ヘッドで流す。10分経過、止めている。シュート、ゴールラインを割りました。ゴールキックです。ヘッドで流す、前に出す、細かくつなぎます。左へ、ヘッドで流す、強引にスペースを使われた。シュートだ、ゴール、ゴール、やりました。ナイスです。キーパー及びません。横浜マリノス先制のゴール。さあ、それでは VTR でもう一度ご覧ください。ジョー、まさにアートそのものです。横浜マリノス中盤のプレスが効いている。ゆっくりとパスを回します。中へ送る、ヘッドで流す、奪った、大きくクリア、攻めきれませんでした。ヘッドでクリア、細かくつないで、そして後半30分経過しました。守りが甘い、積極的なディフェンス、シュート、ポストに当たった、クリア、ヘッドで流す、速いパス回し、細かくつなぎます。短いボール、残りわずか、ここは持ちこたえてほしい。清水エスパルス、最後まで投げてはいけません。中へ送ってくる、一旦戻します。ゆっくりとパスを回します。ここからどう持っていくのでしょうか。時間がない、長いボール、執念を見せます。これはカウンターになりました。強烈な右足、クリア、ここは回り込んでいます。ここで笛です。横浜マリノス辛くも勝ちました。いやー、素晴らしい試合内容でした。皆さんはどう思われましたでしょうか。もうお別れの時間が近づいてきました。また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。今日の感動の余韻に浸りながらお別れさせていただきます。実況は私、真鍋優でお送りいたしました。